オタマトーンは音符の形の電子楽器です。尻尾を押さえると音が出ます。口を開けると音色が変わります。これを組み合わせると曲が演奏できます。こんな感じです。オタマトーンの後ろには電源ボリュームのスイッチと音の高さを切り替えるスイッチがあります。電源ボリュームのスイッチを入れると音が出ます。もう一段階切り替えると大きな音になります。音程の切り替えスイッチを低い音にすると低い音、高い音にすると高い音が出ます。こんな感じです。